20歳だけど芸歴12年2年になりますね。でね、はい、え8歳9歳ぐらいから8歳ですね。8歳ごめんな、何きっかけで始めた の普通にお母さんと歩いてて、おで声をかけていただいたっていう。そうか、やっぱそのパターン多いね。お母さんとどっか買い物なんか、この子可愛いですね、ちょっとどうですかなんて。そうですね、なんかほぼ記憶ないんですけど、その当時はお母さんの後ろにずっと隠れてたって言われて、おうおうおう、で事務所入った面接でも一言も喋んなかったのはあなただけですって言われたり。あ、そうなんだ。そのぐらいちょっとコミュニケーション能力なかったんですよね。あ、そんなに結構モジモジした子だったの。そうですね、ボソボソ喋るタイプではありましたね。店員さんに声が届かないとか。あ、そうなんだ。今でも結構。今も？一人でご飯行くときは、あの呼ぶベルがついてるお店に行く。すいませんとかなんだ。通らないの。そうなんです。じゃあ学校時代も例えば友達とか女の子とかとペラペラ喋ったりはあんまできない方だったの？多分中学校3年間で同級生の女の子と喋った時間多分合計して3時間ぐらいだと思います。3年間で男子の友達はいたんですけど、もう女子とはもう多分ほぼ喋ってなかったと思います。へえ、そうなんだ。でもじゃあ好きな子ができた、告白するときどうするの？その話しかけられない。いや、告白とかは結構難しいですね。じゃあ何きっかけで好きになるの？まずなんか魅力的だなと思うのは、結構ほくろフェチなんですけど、その腕にほくろがある女性とか結構こうキュンときちゃいますね。腕にほくろ？ほくろフェチで。顔じゃないの？どこら辺にほくろがあった？例えばこことかこことかに見えるとこがいい。例えば髪がファサーってなってこう、こう拾う人いるじゃないですか。あれとかほくろ見えるとこう、ごさします。何がいいの？いや、だから例えばじゃあ一人で飯食いってて、店員さんがバン落としちゃってパッて見たらほくろパッてあったら、ごちそうさまです。いや、ごちそうさまです。何ごちそうさまですって。まだ注文もしてねくせに。何がごちそうさまです。それで好きになっちゃう。キュンってきますね。